はい、キメラチャンネル始まりました。イエーイ、明けおめ、明けおめ、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ね、いやー、そうですね、明けましたね。ね、お正月どうでした？お正月はね、まあ、ゆっくりね、休館できました。そうですね、5連休ぐらいね、いただきました。酒一滴も飲んでない。え、飲んでないらしい。一滴も飲んでないですか？一番飲んでそう。あの、そう、あの、ゆきひでくんが、はい、あのちょっと今年はね、ゆっくりね、まったり、どこも行かなかったの。そう、正月はずっとね、家でね、料理作ってたね。え、お料理、ちなみに何を作ったんですか？お雑煮。お雑煮、餃子。餃子、正月に餃子。楽しそう。まあまあ、いろいろ作りました。ああ、すごい。餃子、え、得意料理何なんですか？俺、何でも作れる。和食。和食系の。それめっちゃ言いますよね。餃子、自分料理できるアピール。餃子できるん？できますか？見たことないし。そのだってお前に作ってあげようと思う。お弁当。お弁当持ってくると思ってみてほしいですよね。ちょっと餃子の中身教えて。餃子の中身はもう豚肉とニラとキャベツと、豚肉、ニラ、キャベツ、あ、何言ったっけ、豚肉、ニラ、キャベツ。今度餃子の弁当、そんな感じかな。餃子弁当作ってみて、餃子弁当、餃子弁当、普通の餃子ですよ。まあ、ニラ多めだけどね。ニラ多め、最高最高。ニラ多め。あ、お年玉もらってない。お年玉とかもらわない。お年玉まだもらってないですね。ゆきでくんからもらってない。もらってない。ゆきでくんからもらってないです。ね、はい、そうっすね。お年玉ね。うん、それはまた後で話しましょうか。そうっすね。かずみくんは何？あ、僕ですか。僕実家帰りましたね。僕実家神戸なんですけど、神戸、はいはいはい、実家帰って、家族で初詣行って、で、その夜、あ、質問来てるけどちょっと後で、ちょっと待ってくださいね。で、行って、地元の親友みたいなやつと、僕サッカーやってたんで、昔8年ぐらいで、一緒にサッカー、初蹴りみたいなサッカーして、初蹴り、で、こっち戻ってきて、で、そのコータとちょっと飲んで、2人でサッカー、以上、2人でサッカー、2人でサッカー、あ、スポッチャ行ったって言ってたね。それは俺です。スポッチャ行ったの俺です。あ、ケント。そう、2人でサッカーって言えば、2人でこうボール蹴るみたいな、蹴り合い。地元のめっちゃ広い芝生のグラウンドがあって、キャッチボール的な。そう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 。で、靴の裏のここが剥がれたからもうやめて帰ってきました。まったりや。まったりです。やばいっす。どまったり。特に何もしてない。カウントダウンの時は何をしてるんですか？は、あの、一人でテレビ見てました。え、テレビ見てたんですか？一人でテレビ見てて、明けおめライン来て、はい、あ、開けてると思って。あ、え、ってことはガキツカ見てましたよ。なんでだったの？はい、ですよね。ガキツカ今年終わりに。なんでだったの？なんで厚切りっていうんだ。神戸ってどこにいつもで行くの？神戸ってどこに。あ、ガキツカ見てた俺。まあ、え、ゆぎれくんもっすか？うん、見てた。え、年越し用。そう、年越し用。寂しすぎじゃないですか？しかも去年も俺一人やったから。やばっ。潰れてたんだよね。そう、一緒に年越しする予定だったんだけどね。潰れてたから。だから2年連続一人やん。酒で？そうそう、酒で潰れてた。え、やばり辛い。え、年越しはそんな過ごし方を過ごし、そうそうそう。ええやろ、別に俺だってそうやってしたくてしたわけじゃないねんから。そうなってしまった結果やねんから、別にええやろ、もう今年は頑張りましょう。年越し一人寂しくないって、多分ここにいる人みんな一人で過ごしたんじゃない？辛い。失礼じゃないか。違う違う違う、ここにいる人、俺も一人、バリ辛い。俺も一人で過ごしたし。じゃあ開けてから。めちゃかわいそうじゃないですか。いや、お前もだろ。お前も一人。いや、俺に関しては寝てましたから。そう、まあ、うちにはワンちゃんがいるからね。引き出君も一人じゃん。ワンちゃんいるから。みんな辛いね。そうですね、一人だって。カツミくんめっちゃかっこいい。ありがとうございます。あざっす。ユッキーバーキメラで働いてるというか。あの、ユッキーですか。このオーナーですね。オーナー様です。バーってことは飲み放題はあるんですか？ありますね。ありです。はい。お餅何個食べたって。飲み放題ですね。お餅はね、俺めちゃくちゃ食ったね。あ、うん。10個以上は食べてる。そんな食いました？だって俺お雑煮に4発ぐらい、4個ぐらい。4発4個ぐらいバコン入れるから。それ4発ですね、バコン入れる。そうですね。だからあの、お餅が最初俺目悪くて、お前何個食ったって聞こえる。読めました。やばいよ。今度行きますって、はい、ありがとうございます。ぜひ、ね、してます。来てくださいね。コータ君は何やってたんですか、お正月は？お正月はもう 寝てましたね。寝正月でしたね。年末ちょっと体調崩してたもんね。そうそうそう。あ、確かに。だからもう本当お酒好きなんですけど、ね、年末年始熱ですね。扁桃炎とかいろいろあって全然飲めなくて、はい、一昨日解禁したんで。よかった。ようやく。よかったでございます。そうですね。そう、楽しく飲んでいきたいですね。そうですね。はい、そうですね。で、
ケント君は。私はその本当にカウントダウン、まあ年越す0分ね、その前何を落としてるの、落ち着こう、深呼吸して12時になった時は寝てて、で起きたら2分になってて、やばっと思って、で、あの本当は飲み行く予定なかったんですけど、ロッピング、六本木に飲みに、ロッピングって何やねん、六本木に、何を言いたいですか、六本木に飲み、日本語おかしいよって言われてるから、もうやめよ、じゃあ頭がおかしい、ゆっくり喋ろ、全然伝わらない、ケント君もおしゃれ、いつもおしゃれ、いつもいつもおしゃれです、いつもキキメラいくらなのって、イケメンいくらですか、どういうこと、イケメン、イケメン3000円、イケメン3000円、やべ、まあね、男性はね、5000円、2時間5000円飲み放題、女性が2時間3000円で飲み放題、そうですね、はい、カツミ一晩いくら、カツミ一晩いくら、いや2000円ぐらいじゃない、2000円ぐらいちゃう、高くないカツミ、うん、でもそれは俺もあえて選ぶからね、うん、どうかなっていう話、俺が言えってことですか、あれ何、東京、言え編集、東京はどっか、うん、2000円もするのって逆に、そう初任線はちょっと高いから、200円、おかしいな、200円っておかしいやろ、ゼロ1個一晩5回抱いても1000円やないか、一晩5回抱いても1000円、時給めっちゃ丸いバチ安い、200円、バチ安、バチ安ですね、コンビニより安い、はい、結局何、ケン君は何してた、あ、俺はまあその、ね、寝て起きたらまあ年越えてて、で、あ、ね、でまあ六本木飲み行って、はい、で朝まで飲んでて、はい、でそのまま流れで明治神宮行って、うん、でまあ初詣行って、はい、でその流れでなんか暇やなってなって、このまま帰るのも微妙やなってなって、スポッチャ行って、でまあ昼、まあ、4時ぐらいまで遊んで、はい、遊んで帰って終了、アクティブでしたね、なるほどね、だいぶ、の、まあまあ、いつも何人出勤してるの、いつも大体5、6人ですよね、5、6人かな、ね、バーとホストの違いって何、え、まずだって、ね、指名もないしね、システムが違います、ね、システムも全然違うし、ね、そうですね、バーはバーです、接客してくれる、もちろんでございますよ、はい、イケメンしかいないじゃん、何時からやってるの、普段は11時オープンでございます、そうですね、夜の23時、一番右の人にビンタされたい、一番右の人はどっち、コウタ君じゃないですか、コウタ、ね、これで言うとこの方ですよね、一番右ってどれ、この黒の人、しっぺの仕方もキモいし、ビンタの仕方もっとキモい、え、ビンタ、え、原骨、ビンタキモい人、一番右の人にビンタ、コウタ君かな、しません、暴力嫌いなんで、痛いの嫌い、そう、痛い、グーパンチ、グーパン、うん、グーパンチ、グーパンチ、で、ド M なんかね、逆にド S なんじゃない、池井出くんよくやってるもん、なんかグー、なんか変なパンチ、明日パンチゲーム、一番左のビンタしたいから、おかしいね、そこでフューチャーするの違うから、お金かからないですよ、ビンタ、おかつみの回じゃないから、今コータの回ですから、ビンタお金かからないですよ、はいはい、一番左をビンタしたい、ね、さっきなんか今年の抱負的なみたいなコータ君だよ、じゃあコータ君だった、コータ君から、はい、何の話だ、違う、もう前回ちょっと軽くいじるみたいな流れやったから、うん、今日はやめようかな思って、なるほどね、そう、じゃあコウタ君、今年の抱負は、あ、そう、あ、そうですね、カツミ大草原になった、去年の反省とかも絡めて言うたって、あ、なるほどね、去年、そう、個人的に、まあなんか、まあ、めっちゃ酒飲んだね、なんか酒飲んだ、太っちゃったかな、はい、体調、太っちゃったし、体調も崩しがちだったし、まあまあね、確かによく具合悪そうにしてた、ね、そうですね、だからまあちょっとまあ体調管理とか、はい、あとちょ、まあね、ジムもちょっと最近行かなくなっちゃったんで、まあ体鍛え直したりとか、確かに、っていうところからですね、そうですね、うん、体鍛え直す、そうっす、体調管理、そうっす、身も心もちょっと鍛え直して、はい、心身ともにね、はい、はい、やっていこうかなと思いますね、はい、じゃあ、はい、僕ですね、僕の今年の抱負はですね、まあ、去年もね、はい、去年ね、渋谷からね、こう新宿にこう移動してきたんですけども、はいはいはい、やっと ね、慣れてきたかなって、そうですね、こうね、ちょうど半年ぐらいですね、はい、あの新宿始まって、そうですね、まあ今年はね、もーっとね、キメラっていうバーのね、こう、ごめんなさい、もうキメラっていうこのね、バー
名前をね、はい、もっとねみんなに知ってもらって、うん、こう歌舞伎町で一番の番にしていきたいなと間違いない、はい、思いますね。そうですね、渋谷と歌舞伎町ってやっぱり違う、はい、違いますね、全然違うね。渋谷はね、パリピン、パリピンでワイワイ、もうクラブ系の人が多いから、うん、キメラっていう、どういう意味、キメラはね、こうギリシャ神話に出てくるこう怪物の幻獣の名前なんだけどね、はいはい、顔がライオンで、顔がライオン、体が馬で、尻尾がヘビで、はいはいはい、そうで、いろんなジャンルのこういろんな動物が集まって一つの怪物になってるんだけど、はい、こうね、キメラっていうお店もね、いろんな人がこう集まって一つになればいいなと、そういう意味でつけました。そういうちゃんと意味あるんだって。そうですね、ゆきえくんが怪物になりたいんですか。俺は怪物になりたいね。怪物なりたいんすか。なりたい、いやもう半分ぐらい怪物にもう踏み込んでると思います。そうだね、酔っ払って、酔っ払ってる時大体怪物ですもんね。初めて知った。はい、先にあのね、俺らも初めて知った時のマスター。そうですね、びっくりした。怪物くんビンタすごいな、コートにビンタされたい感すごいな。ビンタダメだったら殴って、うん、すごいよ、なんだろう、どんだけ知らんではない。かずみ反省のビンタ何もしてないやろ、まだ何も悪いことしてないし、まだ去年の反省も言うてへんから。要はコータくんがかずみくんビンタしたいんじゃないですか。せかすな、せかすな。一人で来るお客さんも多いの。いますね、全然ね、うん、一人とか、はい、顔はイケメンで体はマッチョで、尻尾は蛇みたいな。どういう怪物や。顔はイケメンで、これがそういう怪物や。俺マッチョじゃないけど。ただのマッチョなイケメンに尻尾がついてただけ。帽子率高い。確かに帽子率高い。確かに。はい、帽子。あ、そうなの。雪で基本かぶってます。4分の3。帽子。そう、セットするのがめんどくさいですからね。キメラ入って初めて帽子かぶってきた。あ、そうなんです。え、まあ、そうでしたっけ。おめでとうございます。初帽子と。おめでとうございます。初帽子。おめでとうございます。ビートされちゃうよ、そんなことしてたら。いや、おめでとう、そんなん言うからやそんなん言うから、そうなん。なんかビートの回になってきたな。反省のビート。OK です。あのさ、一番しょっぱなのさ、一番しょっぱなのさ、このナイトチューブのさ、初見いじられてた。いじられてましたね。なんで、そういうやつ、おいしい。わからん。役なんだろうね。え、つらい、やめて、やめといて。みんな何歳ですか。何歳ですかって、はい、前回の引きずり。はい、僕は今26の代ですね。で、この2人、この両サイドが、はい、手打つどっち、手、こっち26歳です。26歳、今月誕生日になりますね、はい、今月26、はい、そうです。で、まあ俺がその1個下で25、今年26です、はい、お兄さんですね。で、僕がね、一番最長老で、はいはい、28です。28、今年9ですよ。今年9になりますね。かつみ、かまわないの。29。え、バレてるよ。ばえ、かつみ、えやだ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 、言うたらあかん。なんでやねん、なるほどね。生といた方がいい。何の話でしたっけ。感じになってたかな。じゃあ去年の反省と今年の抱負や。そうそうそう、俺言ったから、はい、次ケント君。あ、俺全然考えてなかった、うん、今年の抱負ですか。顔わかんない、なんか若いっすよね、うん、確かに。かつみとコウタ生きてるって本当なの。それは内密にパンチしてる。同い年だ、じゃあパンチしてる。まあいいや、はい、はい、ケント。あ、で、私いいっすか、うん、なんだろう、抱負は、まあ、その去年、まあ、渋谷に、まあ、渋谷のキメラ入って、うん、で、まあ、結局歌舞伎に戻ってきて、で、まあ、なんだかんだ歌舞伎で、まあ、やることになったんで、まあ、今年も頑張ろうかなと思ってるんですけど、なんか去年以上にもっとなんか向上ができたらな。そうです、なんか本当になんかまあ、仕事の面とか以外でもなんかいろんな面で向上、向上していけたら良いなって思います。はい、頑張りましょう。なるほどね、頑張りましょうね。はい、赤いな。かっつぁん、はいはい、お願いします。あ、これですか。今年の抱負。あ、はい、僕はとてもお酒が弱くてですね、うん、何年バーで働いてるのって言われるんですけど、うん、大体言われるじゃん。そう、一番長くない。一番長いですね、もう5年ぐらい歌舞伎で働いてて、大先輩。1個ってちょっとは強くなってんけど、ほんまに弱いんですよ、まだ。
で、去年はほんまに潰れすぎて、で、店のトイレで潰れちゃうことが多くて、カツミの顔だから多分ほんまに不特定多数の方に僕の大事な部分見られてると思うんですよ。だいたい、なんか僕の顔の大事、ちょうど隠れてるけど、この出演者の中で僕の大事な部分がほんまにもう不特定多数の方に見られてきてしまったので、今年はほんまになくそうかな、そろそろ。お酒で潰れるとか、仕事しててあれカツミねって思ったら、まあ、トイレでもこんな状態になってシャンパン1本とか、お前よしトイレで潰れてる。そうですね、はい、確かに消えるもんですか。いや俺は潰れてない、まあ、トイレじゃないけど俺潰れてない、バーカウンターの中とか。そうそうそう、後ろとかで潰れてる。いつも何飲むんですかって。いつも何飲む、シャンパン。あ、そうですね、なんかまあ、はい、そうですね、はい、普通にいろんなお酒飲んでます。そうですね、じゃあちょっと待って、 CM 入ります。はいはい、一旦CM、はい、はい、やります。安心してください、吐いてませんよ。世界一幸せにはできないかもしれないけど、俺が一生笑わせるから。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインク。イオンインク。2016年ブラックソード銀座店オープン。俺がやりたいと思ったからやらなきゃ気が済まない。一番酒癖が悪いのは誰かと、ね、ありがとう、はい、来てますけどね、うん、誰ですか、誰だろうね、どういう意味、まあ、何を思って酒癖が悪いっていうかね、パチ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 開けました。はいはい、そうですね、ね、酒癖が悪いわ。でもなんかそんな特にほんまに悪いとかないと思うんですけどね、基本的にみんな荒れないよね。うん、荒れないですね、確かに。まあなんかもうパーティーピーポーになっちゃってる、あー、ご機嫌な感じですね、みんなご機嫌になっちゃう。カツミとケントでどちらかとこう沈んでいかない、うん、もう飲んだら、あのほんまに飲めば飲むほどだんだんズーンってなってきて、気づいたらもう全部を出してる状態でトイレで寝てて、それカツミくんだけ写真とか撮る。お前もあるやろたまに。まあ、それは昔、俺一度もないですもん、キムラになって。あれ渋谷だよね、渋谷で。ああね、ええ、キムラ、ああ、そうか、みんな酔うとどうなる。飲まない方がいい。俺とカツミくんは寝ますよ。寝る、そうだね、寝る。俺もね、俺寝るか。ゆきりくんはあの帰るっていう現象が起きる。俺はもう誰にも言わないで帰る、うんうん、いつの間にか帰る。そう、うん、こうたくん酔っ払うと、なんだろう、飲みたがりになるやん。あ、飲みたがりの飲ませたがりとか、まさにビンタします、ね、ホストとは違うのか、指名とかできないの。まあ、指名とかは別にない、ね、おいこうたおいこうた、まあ、別にこうたとね、飲みたいなのはこうた、ね、そうですね、あの誰でも、あ、ちょっと来た時に本当に追いこうたって言うが多分あの来ますよね、うん、全然締めはないです ね、 そうですね、基本的にはね。まあ普通のバーなんでね、はい、なんかもう普通にカラオケしようとかダンスしようみたいな。顔で説明して、ホストとバーの違いを顔で説明して、じゃあホストやって、一回ホストは、あーバー、バー、バーバー、いやいや、嘘でしょ、バー、ホスト、バー、なるほどね、こんな感じらしい。ちょっとあの忘れてください。全然違うってことですね、じゃあ。分かった。バリハズリ、はい、分かってくれた、これで。誰とでも話せるよ、誰とでも話せますね。そうですね。はい、ね。確かに。わきあいあいと、そういう感じですよね。そうですね。普通のバータンだ。意地悪って。意地悪。うん、だからやっぱりコートで一緒に飲みたいってことじゃない。バーブヤさん。あ、ブサヤンだ。バーブサイやんね、ブサイ、ああ、ね、バーの時だけブサイクやんって、そういうことね。いや、楽しいというかね、ハッピーな感じで、みんなね、ミスター、ミスター B、 まあ確かにビーンっぽい。クレジットカード使いますよ、ね、クレカ使いますね、はい、確かに、はい、新年明けたし、一回乾杯しますよ、改めて。そうですね、
みんなノンアルだけどね。ここでユタカンって、だからそれユタカンって、このタイミング俺お酒飲んでるテールやろう言うたのに言うやん。もう、もうハーフぐらいでほんとも入ってますから。じゃあ、このタイミングで怖いもん、ロックや、いやー、もうきつい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 きえ、チャーリー今あの話題なくなったから乾杯しただけ。それ言います、ね、言います、ね、なんか毎回これなんか打ち合わせも何もなしでこうぶっ込んでるからね。そうですね、そうですよね。でも逆にその素の感情を見てもらうというか、そう、いや、いきなりそれ見てる。何を見たんですかね。気になっちゃう。こういうコーラ、こう、声かけるのってどういうこと。何それ。いいよ、これなんかゲームやる、なんかゲームやりますか。やりますか。いや、いいっす、やんない。しっぺやんない、やんない、やっぱり一気いや、しないです。じゃあそれ見てても面白くないでしょ。そうですね。なんか、そうですね。そろそろ一発芸来る。かっちゃん、お願い。いや、ほんまに一発芸できて。ほんまに、ほんまに、ほんまにあかん。かっちゃん一発芸は苦手なんだっけ。そうなんですよね。だから喋ってる流れでちょっと盛り上げるとか、ほんまにキモい感じでやったらいいんですけどね。やっぱそういうなっちゃうと、ほんまにと金玉もギューなってるんで、もう緊張して。金玉ギューになるから。そうですね。なんか質問とか欲しいですね。そうですね、うん、なんか質問いただけたら何より助かりますよね、うん、なんだろうな。好きなタイプとかどうですか。好きなタイプ、痛いお客さんとか。それは言うたらね、もし見てたらね。いないそうですね、いなくない。痛いお客さん、痛いというか、いやもう酔っ払いすぎてすごいなみたいな、もうこいつらすごいな、まあね、みたいな。じゃあ俺そこにぶっこむのが好きなんだけどね。好きなタイプで行こうって書いてあるんだ。じゃあ、お母さん、俺から。うん、僕はおっぱい大きい子が好きです。すいません。え、おっぱい大きかったら何でもいいんですか。大体いいです。ビッグボイン、ビッグボイン、うん、え、クソ体型すごい。そんな言うたかん、そんな言うたかん、そんな言うたかん、そんな、あんな、あかん、それは言うたら。おっぱかったやねん。どれぐらいです。クソ野郎やんって言ってる。クソ野郎やんって言ってる。どっちのこと。デブでもいいの。まあ、そう、まあまあ、許容範囲はね、うん、ありますけどね。うん、うん、でどこ見るかっていうので見たら、おっぱいは大事です。なるほどね。はい、なるほどね。まあ普通、顔が普通の、かっちゃ顔がちょっとブサイクの、おっぱい大きい子と、顔可愛いけど、でもスタイルいいけど、おっぱい全くない子やったら、ちょっとブサイクでも、おっぱい大きい方がいいかな。あ、そうなんだ。あ、じゃあもう体重視や。そうですね、はい、やっぱそこに魅力感じますね。うん、オスとして、ですね、オスとしてね。どうですか、コウタは。ああ、コウタの。そう。うん。なんだろうな、別タイプはないですね。なんか何フェチ、うん、足好きですね。俺も足が好きです。それはわかります。足。すげえわかる。なんか足大好き。いい感じのちょっと筋肉質のぐらいの子が好き。筋肉質。筋肉質。もうなんかそう、ちょっとムキムキな感じです。ダンスとかやってそうな感じ。あ、そうなんだ。もうシュッとした足が好きですね。へぇー、うん、マッチョがいい。ムキムキではないんだけど、まあちょっとこう、うん、ちょっとまあ、うん、なんだろうな、まあマッチョでしょ。うん、うん、ちょっと動いてる系、動いてそうな、アクティブそうなね。そうなんですよ。女の子のストッキングってありですか。あの黒いんですけど、僕ベージュのやつ嫌いで、あの肌色みたいな。ああ、それあれやっちゃうんですか。なんで。あの肌の色と全く同じような感じなんですよね。わかります。いや、触っても全然なんかザラザラしてるし、うん、むしろちょっとほんまにパンチラチャンスみたいになってくるじゃないですか、うん、時、おー、どうしたの時、はい、そのベージュのストッキング越しのパンツって全然エロくなくないですか。あー、うん、まあ、そう、まあ、確かに。わかります、うん、ちょっと、うん、そこまで気にしないけどね、あんまり、そういうの見るんだ、うん、見るっていうか、多分見えた時ね、ずっと見えるわけじゃないからね、ずっと見ようとしてグー見てるわけじゃないからね、たまに見えてしまった時に。え、黒はいいの。逆に黒良くないですか。黒やったらそんな、うん、ほんまに薄くなかったらパンツそんな透けてないんで、うん、またいいから、はい、確かに似てる。小学校1年生かよ。まあそうだよね、まあまあね、あそこも注目してる人少ないんじゃない。あ、そうなんかな、うん、意外と。そうね、うん、当然ストッキング別的に当然でしょ。ケント君の私なのタイプは、タイプ、なんか昔は意味わかんなかったんですけど、最近になって分かったのが、なんかよく男の人が家庭的な人がいいみたいに言うじゃないですか、はい、あれが最近分かって、お料理できたり最近というか、うん、
まあ大事だよね。そうめっちゃポイント高いよ ね、 ね。本当に家庭的な人ってなんかなんていうんですかね、甘えるところは甘えてきてくれて、うん、なんかすごい自分がだらしないところあったらそこなんかすごい言ってきてくれる人みたいな、おかんみたいな人。まあまあ言えたらそんな感じですね。あ、分かる分かる分かる。な感じの人いいなって思いますけど。そうね、分かるわ。肉じゃが付き合っ作ってやるから付き合えよ。ああ、めちゃくちゃめちゃくちゃ上からいいじゃん。でもめちゃくちゃ助かるよそれ、ね、おかんはいますからね。おかんいますからね。おかん欲しいわけじゃん。料理雑誌はいいよね。まあ ね、 そうですね、料理雑誌いいですね。いや肉じゃがうまいっすよね。はい。じゃあ生き出さんは、僕好きな、ね、女の子のタイプってなんだろうね。スケベな子。スケベの、それはなんか言ってますよね。いつも言ってますよね。エロい子大好き。そうエロい子ね。エロいことわかる。エロさ重視ですね。エロさ重視大事、ほんまに大事。そんな大事なんか、まあ、なんかこうあからさまにこうおっぱいとかボヨンって出してるのはダメなの。だから僕もね、おっぱいを出してるんですよ。おっぱい大きいんだけど、こうなんかちゃんと隠してる。そう、ね、そう、その隠れエロス的な部分が、ね、隠れエロス的な。そうだから、そのいざとなった時にはい、ちゃんとこう発揮する子ですよね。そうですね、ちょっとだからね、こうもうエッチな話、こう恥ずかしがっちゃうみたいな、嫌だ。あ、もうガンガン起きてあガンガン来て、それはね、でもちょっと恥ずかしがってほしいみたいな部分は僕ありますね。まあ確かに俺ね、もう恥じらいとかいらない。そうなんですね。え、なんか言い方もありません？なんかすごいなんか下品というか、ただそのキャラがあるでしょ、その人の。うん、ね、そうね、なんかこうなんていうの、恥ずかしがってる顔を見たいやん。はいはいはい、わかるわかる、わかる。俺もそっち派、俺もそっち派、うん、なんかあんまりこう、うん、なんか下水こと恥ずかしめたいというか、女の子とか。まあね、そっか、そっか、なんか全部否定されてる。人それぞれ、人それぞれですから。そうね、そうそう、あんまりストレートに言われたら嫌じゃない。そうだよね、ほんとそうっすね。そう、いろんなタイプがいる。はい、そうですね、そうですね。あとあのスーツタイプというか、パンツ薄い生地の、あ、映ってないか、薄い生地のこのパンツ履いてる女性いるじゃないですか。薄い生地、わかる、わかるわかる、わかる。デニムとかだと分からないけど、ちょっと薄い生地の白とか、うん、スーツっぽいのとか、うん、できてちょっとかがんだ時とかに、こうお尻がここ張ってる時にさ、うん、そう、あ、パンツ薄いみたいな、やばいやばい、の時に、そのパンツが薄いんでたらパンツが履いてるなっていうのに、パンツが出なかったらこうノーパンなんかティーバッグなんかっていうので保温するよね。はい、そうですね、はい、危ねえ。何の話だ、危ない、危ない。結果わかんなかったけど、あの、もう時間に感じ、私は言いますけど、はい、じゃあ、ね、今年もバーキーの、ね、はい、ぜひぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もお待ちしてます。お待ちしております。ありがとうございます。ありがとうございます。でもなく黙り込んだことにされ、何回目の錯覚だ、笑っていたろう先まで伝え込んだためをやめ、楽だに紛れ込み死んでしまった順序、ましてや無情なこの溺れて この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。